前代未聞72歳の出産。そう、世界には驚きのご夫婦が存在するんです。というわけで今夜はバレンタイン、世界のとんでもミステリーファミリースペシャル。彼女はモデルのエリザーネ・シルバさん。その身長はなんと2メートル8センチ。そんな彼女は19歳で結婚。そのお相手は、私の旦那よ。どうも。5歳年上の夫、フランシナルドさん。夫フランシナルドさんの身長は163センチ。2人の身長差は驚異の45センチ。そんな2人はなぜ結婚したのか。そこにはスタジオのゲストも納得の愛の言葉が。純粋にびっくりしましたね、なんか多分こう本人たちとしてはそんなに驚きなことかなって思うこともありそうだったし、特別な状況だったりする分、愛が強いんだろうなって思うと、なんかすごくあったかい気持ちになりながら見れましたね。私実はコレクションモデルということで、友達もみんな背が高いんですけど、なぜか高身長の人は小柄な男性好きなんです。すごくこうお互い持ってるコンプレックスを乗り越えようと頑張ってる人を認められるっていうところがあって、ただちょっと私たちの考える高低差を超える人が出てくるかもしれないとか、逆に似た者夫婦でお互いのコンプレックスを良くするために一つの目標に向かって努力するご夫婦だったり、もう様々な家族の形、夫婦の形が出てきますが、やっぱり最後は涙なしには、見られませんでした。本当にいろんな夫婦がいるんですね。なんかびっくりしちゃいました。その村重のやっぱそのイメージした夫婦ってもう普通の感じだったんで、70代の方でも出産できるんだって思うと、なんかちょっとなんか村重もまだまだ仕事頑張りたいなと思いましたね。やっぱり夫婦って一緒にいると似てくるんですけど、やっぱ共通の趣味があるとこうも似てくるのかっていう、でも幸せそうなんですけど、2人の夢を叶えるためになんかまた新たに協力しようっていうのがまた素敵でした。ワールド極限ミステリー、2月14日水曜日夜9時から放送です。ぜひご覧ください。ときめく時を TBS。